ウイルスプラークは栄養培地内での細菌培養のように細胞培養で形成される可視構造である。バクテリオファージウイルスは複製し拡散し、陽菌範として知られる細胞破壊の領域を生成する。プラークの数を数えることはウイルスの定量化の方法として利用できる。これらのプラークはバクテリアのコロニーを数えるのとほぼ同じ方法でコロニーカウンターを使用して 視覚的に検出できる場合がある。しかし、それらは常に肉眼で見ることができるわけではなく顕微鏡や染色、または免疫傾向などでのみ見ることができる場合がある。UCLA 近くの対比体積物から分離されたウイルスのプラーク。最近はエムスメグマティス。プラークの外観は宿子株、ウイルスおよび状態によって異なる。高度な毒性、または 陽菌性の株は透明なプラークを形成する。一方、宿主の一部の実を殺す、または細胞増殖速度を低下させるだけの菌種は濁ったプラークを形成する。部分的に、陽菌性のファージには透明なリングの中に、反転状にプラークを形成するものもある。ありがとうございます。